前半先頭の子についていったんですけど、まあ、思ったより強くて引き離されてズルズルいくかと思ったんですけど、まあ、そこからは立て直すことができて、久しぶりの、まあ、上位入賞っていうところで試合としてはまとめることができたと思います。まあ、調子も上がってきてるんで、今度はまあ駅伝やマラソンで勝ち切れるよう、まあ、さらに状態上げていけたらと思います。まあ、状態としては上がってきている中でのレースで、まあ、タイムはちょっと目標としていたところには届きませんでしたけど、まあ、悪くないレースだったかなと思います。上半期がこれで最後のレースとなったので、まあ、しっかり夏走り込んで駅伝に備えたいと思います。練習の中で自分が今どれぐらいの状態なのかっていうのを確認するために出たところもあるし、まあ、現状これぐらいの状態だっていうのを分かって、まあ、これからまた練習を続けていきたいと思います。秋にマラソン計画してるので、まあ、これからその今の状態をしっかり受け止めて、足りないところとかを考えて練習をして状態を上げていって、で秋のマラソンでしっかりタイムを狙っていきたいと思ってます。そうですね、スタートしてすぐ後ろの選手に靴踏まれてちょっと靴が脱げちゃってかなりロスをして、で最初2キロまでに先頭集団に追いつこうとしてかなり力を使ってしまって、もうそこでいっぱいいっぱいになって、もう全然その後も回復せずダメダメな走りになってしまったっていうのが結果ですね。そうですね、夏、まあ、これから本番になってくるんで、秋のトラックレース駅伝シーズンに向けてまずはこの夏しっかり走り込みたいと思います。合宿の消化状況があまり良くない中、最後の調整練習で、まあ、整ってはきたんですけど、やはりレースの中でのペース変化に対応できずに5キロ以降きつい状態になり、1時間7分台という結果で、あまり満足のいく結果ではありませんでした。これからニューイヤー駅伝とマラソンに向けて夏合宿を乗り越えていこうと思いますので、まあ、しっかり走り込みをしてニューイヤー駅伝のメンバー入りとマラソンでの2時間10分切りを目指して頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。美味しい。あ、まあ、美味しい。じゃあ、お疲れ様でした。走って長崎まで帰ります。